アドメンさん、こんにちは。今年ハスモン与党、与党虫の被害すごくないですか。もうね、至るところにいますね。野菜に限らず、果樹とかもう全然普通の雑草とかにもいっぱいいて、まあ荒らされましたね。もう全然与党じゃないのね。多すぎても昼間もいっぱいうじゃうじゃいるわけですよ。それで最初ね、スミッチの細かい話はちょっと無視してくださいよ。あの適用とかね、まあ一応あるんですよ。ウドウだったかな、ヨトウムシ適用あるんですけど、有機林系の農薬ですよね、スミッチの。これ全然効きませんでした。はい、次にトレボンですね。ピレスロイド系の農薬です。当然ヨトウムシの適用あります。ハスモンヨトウでもありますね。トレボンね、かけてうーって苦しそうなやついましたけど、でも効かなかったな、ほとんど。スミチオンよりかはマシだけどっていう、そんな感じで、まあね、両方2回ずつくらいかけたのかな。でもダメで、どうすんのということで、ちょ今手元なくって、今冷蔵庫に保管してるんですけど、プレオフロアブルっていうやつがあります。 100ml で1500円くらいで売ってるんですかね。と最初にアファーム乳剤、すごい人気というか一般的というか有名なやつですよね。あっち買おうとしたんですよ。高いんですけど2500円くらいで、でもね、安定商品だったらっていうことでそっち買おうと思ったんですけどね、残効性ですね。要はこう野菜にかかった後に野菜を食べて死ぬっていう効果がプレオの方が、まあ、高そう、説明書を読んでる感じだと、まあ、高そうというか、プレオはある。アファームはなんかそんなこと書いてなかったんで、でまあ感受性とかも調べたんですよ、ネットでね。でデータ見ても、まあ、プレオの方が良さそうだったんでプレオ買ったんですよね。こうトレボンやってる時に、ゼンターリもやったんですよ。ゼンターリもね、一応調べた感じだと感受性のねテストとかやってるデータを見ると、まあ、効いてるんですよね、ゼンターリ。まあだからゼンターリをしっかり定期的にやればもしかすると効いたかもしれませんけど、まあかなり手強かったんで、まあプレを買ってやったわけですけど、効きましたね。効きました。やったところは効いてます。当然やってないところにはまだまだいるんですけど、うん、そういうわけで効きましたね。ただね、まあこれもそうですけど、要は耐性があるかどうかですよね。プレオでもなんかヨトウムシに効かないって言ってる人いるんで、まあ、まあ耐性があったら効かないんでしょうね。というわけで、安いんですよね。まあ少なくともファームより全然安いんで、試してみる価値はありますというか、まあうちは効きました。うちのハスモン与党には効きました。当然転着剤と一緒に噴霧器でやったわけですけど、当然農薬なんで、適用がねあって、この野菜は何倍で使ってくださいっていうことを書いてあるんで、まあ、それを守ってください。一応概要欄に Amazon のリンク貼っておきますんで、よかったら見てください。さよなら。